こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても特筆するような共通点は見つからなかったぞ。アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っていろ。ここにある名前を覚えて、情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいというんだ。さあな、それは君の友人次第だ。他に何か力になれることはあるか。その回収課で最も器物に詳しい人物に会わせてくれ。それが彼も消えてしまったんだ。最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だが、もう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて。最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大仏化の御精霊と一緒だった。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かにあの時アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。冥火対抗の元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのかな。調べてみる必要がありそう。Thank you.
最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大物化の御精霊と一緒だった。顔を見せないで。アドラー君が、アドラー君がいなくなっちゃったの。アドラー君、最近おかしくて。人体の自然発火とか超常現象とか研究してたみたいなの。私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ。してるなら教えてあげる。最後にアドラー君を見た時ね、ずっとこの冊子をめくってたの。アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。その顔を見るにいい知らせではないようだな。なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。
君が。させてどうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。この3つをつなぎ合わせるものは、まずはアドラーの失踪だ。アドラーまで。あなたはアドラーの発見が敵の注意を引いたと考えているのですね。まさしく。そして彼が発見したものが何かも分かった。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。分かった。答えはふん無理なこじつけはやめておけ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。分かった答えはふん無理なこじまずはアドラーの失踪だ。彼は分かった。まずはアドラーの死。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。気分のいい話題じゃないって？表面的な資料だけを見るとこの失踪したスタッフたちに共通点はない。だが彼女がウェブの閲覧履歴を調べたところ、彼らは全員宇宙ステーションのダークウェブのオピニオンリーダーだったことが分かった。それが何を意味しているのか、アスター、君にも分かるだろう。次に被害、最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。この点についてはもう君も分かっているだろう。トフェトの閻魔一族アナイアレートギャングの対抗アフリートにはもう一つ秘密がある。最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火。かつて栄華艦艇で起きた混乱では炎の中からボートが現れたという目撃情報があったらしい。明火対抗の炎には何か特別な性質がある。そしてその性質こそ人体の自然発火の秘密なんだ。ほら、もう答えは目の前にある。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし多くの炎の光栄を残した。
その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明花大公はその炎の光栄なんだ。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。それは位相霊化、会員番号29番セセルカルの創造物です。彼女は素晴らしい天才で、賢く優しく、そして謙虚だったのですが、残念なことに彼女は人間の時間の概念で定義するとわずか29日しか生きられませんでした。位相霊化は生まれてすぐに他の位相に移り、戻ってきた頃にはすでにセセルカルは亡くなっていました。それ以来位相霊化は位相を移り続け、再び捕捉することは困難な状況になっています。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明花大公はその炎の光栄なんだ。かつて偶然にも位相霊化の痕跡を見つけ、その火の一部を捉えた人がいました。ヘルタさんはそれを受け取り、研究のためにルアン・メイさんに貸し与えましたが、そのことで霊化の火種をなくしてしまったのです。もしアフリートも位相霊化の後裔であるなら、この事件の全貌が明らかになりますね。その炎の火種こそ、おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。間違いない。ヘルタが君に探すよう依頼した器物は位相霊化の火種だ。そしてアドラーはエネルギー生命体という観点から人体の自然発火と位相霊化の関係にいち早く気づいた。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。わかった。おそらくアドラーは調査中に。わかった。おそらくアドラーは調査中にこの真相に。音精霊によれば、アドラーはいなくなる前、位相という言葉をずっと口にしていたという。その位相はおそらく位相のことだ。彼は冊子に載っていたセセルカルの特集を見て自分の推測を確かめたんだ。その後裔である明花大公は位相霊化と似た能力を持っている。これは推測だが、彼は位相変換こそできないが劣化版の空間転移を行えるんだろう。これが人体の自然発火の真相。スタッフたちは消えたのではなく転移させられたんだ。被害者たちの行方はまだわからないが、ここまで来れば明花大公の計画は明らかだ。突如として起こった相次ぐ失踪は混乱を助長させる絶好の温床だったに違いない。不安の種が芽を出した時、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出され、さらに成長して実を結ぶ。そして次のステップはパン！導火線に火をつけ火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すればどんな結果になるか、僕が言うまでもなく想像できるだろう。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。もう手遅れだ。
いいえ、まだ足りません。その通り、導火線につけるための火が足りない。火が足りない、どういう意味？ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあ僕としてはその機会を与えるつもりはないがな。まさか。どうしたの？火があった。落ち着いてください。アスターさんは転送されただけで命の危険はありません。実際に接触してアフリートの炎は原始的な霊火の火花であり、位相変換能力はないことを確認しました。ロンリ、アスターさんは今も宇宙ステーションの中にいる。あの炎はまだ宇宙ステーションのどこかにあるはずだ。それを見つけ出せば彼女を連れ戻す方法もわかるだろう。火花だと？天才の高慢な態度、気に入ったぞ。できるものならやってみるがいい。冥火大公は宇宙ステーションには来ていないようだ。混乱に乗じて冥火の塊をここに投げ入れ、スタッフを飼っていたらしい。冥火を消せば奴の陰謀もついえるだろう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼女と一緒に行き、それを収容してください。また会ったわね。メーカーも一種のエネルギー生命体だから、ビジュアライザーで痕跡を捕捉できる。それを追いかけよう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼女と一緒に行き、それを収容してください。メーカーも一種のエネルギー生命体だから、ビジュアライザーで痕跡を捕捉できる。それを追いかけよう。
はっ。と。通路が炎に包まれている。ちょうど転移が終わったところのようだな。気をつけろ。炎の海に飛び込むぞ。宇宙ステーションの中にいる。スクリューガムが言っていたように、あいつはここから逃げられない。窮地に追い込まれた獲物に対してどう対処すればいいか知っているか。最後の最後までとことん追い詰めるんだ。まだ悪あがきするつもりのようだな。フォールドスペースの状態が変わった。これであいつがどこに逃げてもすぐに分かる。ようこそ凡人のステージ。回答を楽しみにしているぞ。マイナスだ。落ち着いて。呼吸するその感覚。答えてみろ。0点。痛くないわ。チャンスだよ。立ちなさい。フッ。
全員死刑。僕が質問する。テス。マイナスだ。少しはわきまえろ。落ち着いて。気にする必要なし。もう炎を維持できなくなっているんだ。支障ない。痛くないわ。回答を楽しむ。答えてみろ。0点。チャンスだよ。立ちなさい。呼吸するその感覚覚えておいて。落ち着いて。この追跡劇もそろそろ終わりのようだな。情熱変身。全僕が質問する。マイナスだ。チャンスだよ。立ちなさい。月光を剣とす。この意志を情熱変身。呼吸するその感覚。回答を楽しみに。答えてみろ。0点。
オンゴの意志。情熱変身。終わりだ。無知な愚か者どもは盲目的に費用を追いかけ、壊滅の恩恵が足元に落ちていることにも気づく。どうも種の礼儀を直接やってきてもこの地を浄化できなかったわけだ。こうなった以上、私も自分が軽率であったことを認めなければならないな。だが次は私自ら訪れ、名家でお前たちの罪を弔う。中に宿っていた微弱な意識が消えた。名家大公はこの炎を捨てたということか。ん？いや待て。いい加減にしてほしいものだ。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。痛くないの？答えてみろ。ランス、戦闘準備。立ち寝せ。くだらない。この月下で全てを照らさん。月光を剣と素晴らしい時は。さようなら。存在と知識は尺と真理を探り。ロビューを混雑。逃げられぬぞ。マイナスだ。全員死刑。零点。僕が質問する。落ち着いて。死ぬがる。炎の中からボートが現れたという話だったが。この程度。原始博士の言葉は正しかったようだな。立ち寝せ。私が守る。聞けば見逃そう。見たくないわ。逃げるつもりだぞ。君はアスターの行方を見ている。回答を楽しみにしているぞ。テス。失笑ない。落ち着いて。くだらない。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。この月下で全てを照らさん。素晴らしい時を。さようなら。逃げられぬぞ。全員。
お疲れ様でした。よくやってくださいましたね。アスターさんなら医務室で休んでいます。少し驚いただけとのことなのでご安心ください。それとあなたたちが敵を追っている間に防衛課が失踪していた被害者たちを見つけました。結論、彼らは全員無事です。アドラーさんのおかげですよ。彼らはある空間器物の中に落ち、そこから抜け出せなくなっていました。ですが回収課で最も器物に詳しい人物が内側から彼らを解放してくれたのです。アーランさんたちが駆けつけた時、失踪者のほとんどはショックのせいで息も絶え絶えになっていましたが、幸い命に別状はありません。はい、これで終わりです。全て解決しました。残りの問題は宇宙ステーションの中だけで収められるでしょう。どうかヘルタさんに代わってお礼を言わせてください。レディ、ありがとうございました。ただ今回の事件においてはまだ一つ解決していない重大な疑問が残っていますしかしそれは私が処理すべきことですね。お待ちしておりました。事件の余波はまだ消えていない。君たちは多くの問題に対処しなければならないはずだろう。それとも宇宙ステーションの安否は君には関係ないのか。回答、私はそのために来ました。何しろ事件の本当の主役はここにいるのですからいつから僕を疑っていた。学術研究に従事しているとどうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。最初からですよ、デイシオさん。私にも
あなたと同じ悪い癖がありましてね。それは光栄だな、スクリューガムさん。だが早々に見抜いていたのなら、どうして何も言わなかった？好奇心があったからです、ロンリ。私はあなたと同じ決定をしました。それはつまり同行して観察すること。ほう、それでいつ確信に至ったんだ？結果から言いますと、今回の襲撃では軽度の精神的なダメージを除き、実質的な被害を受けたスタッフはいませんでした。これはアナイアレイトギャングの手口と一致しません。ロンリ、彼らを救ったのは第三者だった。僕が偶然霊下の火種を手に入れ、冥下の転送に干渉していなければ、あいつらは今頃宇宙のゴミとして窓の外を漂っていただろうな。あなたは計算以上に率直ですね。だが結局は君の計算のうちなんだろう。最後の質問だ、スクリューガム。君のような天才に僕がこんなことをした理由を導き出せるか？断定はできませんが、推論。弱者に救いの手を差し伸べることは医者としての良心。その後、事態の成り行きを傍観していたのは学者としての厳しさでしょう。そして黒幕として全体を操るのは天才への挑戦といったところでしょうか。さすがはスクリュー星の王、人の心をよく理解している。ただ残念ながら天才と同じように大衆から離れてしまっているようだ。君は一つ間違えている。傍観こそが真の治療なんだ。この世界には愚鈍という病があり、それはどんな病気よりも根絶が難しい。知恵の運命には理屈も論理もない。天才たちは星々を渡り歩くが、凡人はその足跡をたどることすらできない。凡人は自ら歩くことを学び、つまずいて転びながら何もなせずに生涯を送るんだ。だが失敗した人生も人生であることに変わりはない。彼らには最後までそれを味わう権利がある。地面に倒れ、誰も助けてくれない時、愚者は初めてどう立ち上がればいいかを悟るんだ。僕は潔癖でね、バカアホ間抜けが許せない。見ると死にたくなる。残念なことに、この宇宙ステーションにも博識学会同様天才はいない。凡人だらけだ。あなたが根絶したいのはスタッフたちの天才に対する盲信ですね。僕は自分の疑問を並べただけだ。答えについては彼ら自身が明らかにするだろう。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。凡人が啓蒙を得るために必要な過程なんだ。なるほど。あなたは確かに学者というより医者に近いようですね。僕が残した小さな火種については、アスターさんが適切に処理するでしょう。それも彼女に残した課題だ。
さて、そろそろ失礼するとしよう。この先も天才たちと出会う機会があることを祈っている。きっとその時も今日のように。さまざまな茶番と苦悩が見られるだろう。所詮凡人だからな。悪くない。洗練された内装、清潔感のあるレイアウト、環境も静かで考え事をするには最適だ。何より重要なのは、ここには人が多くてもバカは少ないということだな。どういたしまして。七死人として旅をしていれば、嫌が多でも様々な人間と関わることになるだろう。そういう人付き合いに君はうんざりしないのか。
心だな。普通の人間はいともたやすく環境に影響されるというのに。ふん、試してみるか。誰にも話しかけられないよう、僕は被り物をしておく。